皆さんどうもピーマンです。今週もやってきた月曜日のペナント実況第、今回は5月の28日広島戦から始めていきますのでね、現在の順位はリーグ1位となってます。2位とは2ゲーム差、3位のソフトバンクとは 8.5 ゲーム差と、いやーもうこのペナント侍ジャパン大暴れしてますよ。誰にも止められないね、勝ちまくってますから、今回も勝ちまくっていきますのでね。じゃあ1戦目やっていきましょうか。今日のベストオーダーは、おー中村が現在ノリノリモード素晴らしいね。先発誰で行こうかな。誰で行こう、西と大谷。大谷で行きたいけど、西でも行きたいんだよね。則本は嫌なんだよな。こいつ投げたら大抵炎上するからね。5.08 ひどすぎる。今日は西でいいでしょう。スタミナ完全回復してないですが、それなりにいいピッチングをしてくれると思うんでね。そしてその他ベストオーダーはどうしよう。キャッチャーを島変えて、中村で OK かな。で、打順の方、中村はここまで2割3分5厘。全然打ってないんで、一番下に下ろしましょう。で、山田もスランプモードか、ようやく治りましたからね。もう大暴れ期待しますよ。打順の方上げましょう。まあ、今の段階ではこれくらいでいいから、7番。ほんで、成績が上がっていけば、3番くらいで使っていきますので。OK、じゃあ1戦目はこちらでやっていこう。イエース、やってきた。カープをボコボコにしていくぜ。マイケン体操ですか。いいね。俺もやろう。みんなもやりなさい。全然効果はないんだけどね。防御率は 3.91 兆。これはカープ優勝無理ですわ。そらこの子メジャー行くわ。無理だね。メジャー行っても大抵何もできなさそうだけどね。さてやってきたぞ。いきなりチャンス。ここで現在絶好調の中村だよ。打てないわけがないっていうね。カモン。おい、はい、来た、ありがとうございます。この打球はこのままスタンド、レッツゴー。今季18号目、前剣からの痛恨の一撃、素晴らしい。いきなりやっちゃった。いや俺絶好調だね。中村も絶好調だけど、俺も絶好調だよ。おおお、最高です、ありがとう。気持ちいいね。課金。そらね、もうストライク投げた時点で打たれるってこと気づかないと。前剣とはいえ、防御率 3.91 だからね、少し考えなさいよ、あなた。3.91 のバッターが中村に対してここ投げちゃダメよ。さて、2点が入った。まだまだ入れていく。オーマイガー、オーマイガー。いいんだ。ホームラン打ったからね。で、ホームラン打った後、ゲッツー打つのが俺のお決まりだから、全然びっくりしないし、これが当たり前だし。行こう。次打てばいいや。よっしゃ、ピンチできたね。西頼みはここ絶対抑えていこうよ。ほい。よっしゃ、来たー。はい、ありがとうございます。はい、組んでアウト。レッツゴー。すぐ抑えるっていうね。ゲッツーは打つけど、抑える方は得意なんだ。ピッチャーはわりかし得意なんでね。お、またチャンスか。まあ、2点だけじゃちょっと不安なとこあるからね。ここで山田、復活の男。あー、全然復活してないわ。なにこれ、しょうもねー。初球、ショートフライってお前。今時の子供でもせんぞ。勘弁してくれよ。ちゃんとやろう。ダメだ。なんか山田だと打てないな。この打球は。はい、落ちますね。いけ。ホーム行ける。バックホーム。あ、なんだ、ミスった。オーマイガー。あ、レッツゴー。手入った。よかった。なんで。今ちょっと間違ってね、戻るボタン押しちゃった。丸ボタン押しちゃったんだけどね。なぜか前剣投げてこなかったね、ホームに。バカだろ、これ。ありがとうございますですよ。いろんなミスが重なっての1点ですね。こっちのミス、相手のミス。なんだこのグダグダは。これなら点入らなかった方がよかったぞ。あー、ダメだ。まあいい、3点目が入ったんでね、3点ありゃ十分でしょ。西は防御率 1.55 だからね、余裕ですよ。またチャンスか。ここで中田翔、打点こそは稼げてるがね、打率も低すぎるな。もっと打たないと、もっとホームラン打たないとね。中村が現在18本でしょ。翔さんも10本打たないとダメだよ。ダメ。さてきた、この男中村。打率もやばければホームランもやばい、そして打点もやばい。恐ろしいね。30本はもう余裕だよ、確定だよ。ここから30本打てなかったらもうそれはおかしなことだからね。ほら逃げてるね、わかる。あのホームランも見たら勝負できないでしょ。はい、ほらね。マイケー、そんなんじゃねえ、メジャーに行っても通用しないと思うんだよね。ここで松田。この男もいい。4-5、怖すぎるね。絶対逃げるわ俺。よし、来たー、ありがとう。これも痛恨の一撃、そのままスタンドイン。今季13号、1試合2本ですよ。やばいね。苦手な前剣からここまで打てる。どうしたんだろう、俺覚醒したぜ。みんな
もう誰にも止められないね。すごすぎる。前剣なんてパープロじゃほとんど打ててない、対打率1割くらいのバッターなんだけどね。それなのに今日これで2本目ですよ。ほう、止まらない。まだまだ打っていく。7点入ってるね。アウチ、ダメ、低すぎたな。アイボー来いよ、どこでも来いよ。ストライク投げた瞬間ホームランは確定してるんで、ドカキンってトラウマを植え付けるようなホームラン打つからね。アウチ、どうだ、ファールゾーンに入ったね。よし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 、レッツゴー。うん、うわ、ダメだ、早いわ、ゲッツーか。オーマイガー、いいんです、いいんです、いいんです。フォアボールも選んでホームラン打ってますから、ゲッツー打ったところでね、攻められない。誰も文句言えないわ。さて、松田、ここでも出るか、今季14号目。打つよ。外、外で来てるね、長打を恐れてる、インコース攻めれない。クソみたいなピッチャーですわ。そう、外だけ攻めてればいいんだよ、お前の人生なんて。ほらね、インコース攻めてこいよ。ど真ん中来てみろよ。中途半端なとこ攻めてフォアボールとかいうクソみたいな人生送るんだろ。ハイボールありがとう。もうほんとクソだね。俺はこういう人生送りたくないね。フォアボール与えるくらいならホームラン打たれて死にますよ。死んでよかですよ。さて、坂本。まあ、能力の割にはここまで打ててるかな。いや、能力通りだね。別にそこまで打ってないからね。坂本はもっと強く作りたかったんだけど、できなかったんだよね。牽制しつけえな。盗塁しねえよ。この点差でするわけねえだろ、お前。あー、ダメ。いや、8点目はいらん。7がちょうど切りがいいんでね。これ以上入れてもカープファンが泣くだけなんでやめておきましょう。またやってきたね。チャンス。いや、もうここは中途半端なヒット狙いよりもホームラン狙いでいこうよ。うん、打てないんだけどね。なんぼほどゲッツー打つね。クソみたいな試合だな。お、今日中村ホームラン打ってんの、今季7本目。リードオフマン中村いいね。リードオフマンとは思えない成績だけど、ミート力が S の100ありますからね。カンストですよ。やばいよこれ。わー、今打ってないのか、今のホームラン。個人的には打ったと思った。ちょっと遅かったかな、フルタイミングが。お、守備か。まずい、このピッチ。ワンアウトランナー二塁。西、踏ん張れ。ここは絶対抑えていくぞ。これだけの点差がある。怖さは何もない。ナックルボール。フェア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 。はい、これで2アウト。イエース。で、次のバッター何？アマヤ。打率3割4分9厘。いや、でもこれ少ない打数だね。打点から全てを察したわ。よし、松田取って。レッツゴー。しょうもない内野ゴロ2連続で終わり。もうカープファン帰ってる。こんないない、こんないない。みんな帰ってるよ。こっちのファンだけじゃないかな。球場からカープファンがいなくなるよ。チームは9対0。あ、最終回もこれ点入れたんだね。もうやめてあげよう。今日の本日のヒーローは西ですね。うん。野球界投げて完封でしょ。確実にセリーグいじめ入ってるけどね。素晴らしい一戦目でございました。気持ち良さしかありません。気持ち良すぎてやばいです。これで西は今季6勝目、中村今季18号に、松田13号、そして外野の中村ね、ソフトバンクの中村今季7号目に、中村19号とホームラン尽くし大量得点の試合でございましたね。西もよく頑張ってくれたよ。完封、素晴らしいね。ほんとね、この西が素晴らしい活躍してくれてるんでね、勝利を収められてる。西に後で甘いものをプレゼントしようと思う。じゃあ次はチームがピンチになると私ピンマンが操作していくのでね、今日のベストオーダーは、どうしようかな。投手はまず西、うん、2試合連続は無理だよね。殺す気か、やめてあげて。うわぁ、どれも調子悪いなぁ。どれも調子悪いけど、まあ、今日は大谷で OK かな。頼むよ、大谷抑えてくれよな。ほんで、野手のベストオーダー。あ、中島が調子いいなぁ。中島でもセカンドしか守れないからね。山田変えたくないし、山田変えたくないけど。ま、でも今日絶好調なんでね。山田変えての、じゃあ今日は中島で OK でしょう。よし、じゃあ、2試合目やっていこう。よし、来い。あー、うちダメ。いきなりピンチを招いてしまった。ここでエルドレッド死ねってか？大谷頑張らないとエルドレッドン打たれるようじゃメジャー行っても通用しないよ。オーマイガー、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 オーマイガー。追いつくけどダメ。犠牲フライには持ってこいの距離だ。深すぎる。ここでアウトンできない。いきなり失点早すぎるよ、大谷。
パームボール決まったが、さすがエルドレッド、パワーだけはある、いやミート力もあると言っておこうかな。こんな深さじゃもうイチローでもアウトできないわ。させねえでしょさせる人いないよね。まずい、またピンチか。おい、よし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 、進塁打すらも許さない、それが大谷翔平。ここで丸、怖さはないと言っておこうかな。数字から感じれる怖さは正直そんなにない。はい、ありがとうございます。はい、坂本取ってゲッチ、ふぅ、3回を抑えた。次行こう。おそのままどうだ、7回ピンチか。どうだ、チームは勝ってる。2対2の同点、ピッチャー変わってるね。マキタ、防御率は 4.35。期待できねえな。ただ、能力的にはものすごくいい選手だからね。ただ、よく打たれるんだよ。うわー、これはちょっと待って、バットの先だが追いつく。これが中村。イェーイ、イエス、ここも抑えたで。バットの先だったか、ちょっとセンター前に落ちるかなと思ったけど、そうじゃなかった。このまま勝とうよ、この勢いで。どうだ、イエーイ、2戦連続勝利、4対2。これをまた9回に点入れたね。中村、本日のヒーローは中村か。ホームランで入ったのかな、決勝弾ってことは。そうだよね、素晴らしいぞ中村、2試合連続ホームランじゃないか。やべえわ、そりゃソフトバンク強えわな、こんな選手いたら。いや違うんだよ、俺が作った中村が強いのね、そういうことですよ。はい、9回2点入れてますね。本日の勝利投手は松井、セーバー16セーバー山崎が挙げましたね。で、松田の14号に、中村。おお、今日1試合2本打ってるね。どうしたんだこの男。リードオフマンとして求めてるのも完全に4番バッターとしての仕事をしてるね。じゃあ、この阪神戦1戦目はチームがチャンスになると操作していこうかな。今日のベストオーダー。まず先発は大谷翔平は無理なんで、今日は菅野、則本どっちで行く？防御率的に考えたら則本かな。今連勝中だからね、連勝止めたくないんだわ。頑張ってくれよ。菅野は次だな。ほんで、野手は、どうしようかな。山田が調子悪いんで、今日も山田外して中島だね。やっぱ調子いい選手を使っていかないと。それが俺のやり方。よし、今日のベストオーダーはこんな感じ。阪神をボコボコにしていこう。阪神甲子園球場です。よし、やってきよう！カモン！いきなりチャンス！早すぎる。マジか、ワンアウトランナー二塁。今日の先発は藤波、防御率は 1.64。防御率だけ見たら当然打ちにくいピッチャーであるが、個人的には得意なんだよ。パプロでもよく打ってる。怖さはない。数字のマジックだ。数字だけと言ってこう。ほらね。はい、行く行く、ホーム行く、ホーム行く、ホーム行く。いけないね。やめとこ、やめとこ、やめとこ。俺の判断は正解だった。いけない。ちゃんとした判断を下さないとね。ノリだけで生きていけないのが人間だから。気をつけないと。次中村だからね。行く必要もないし。行く必要もないし、だって打っちゃうし、スリーランをね。わざわざ無駄な労力っていうのは使いたくないからね。走ることが無駄ですから。それで怪我することもあるからね。歩いて帰ってこれますから、中村の場合はね。ホームラン打つからね。はい、課金、ほらね。うん、まあヒットだけどね。はい、センター前、ありがとうございます。藤波なんて大したことない。大谷翔平を呼んでこい。いや、大谷でもボコボコ打つけどね。関係ない。これも外決めに来てんだけど、それを打ち返すのが中村。現実世界の中村、ホームランこそは打ちますが、打率はそこまででもないんだよね。でも俺の中村は打率も一郎並みに打って、ホームランに限ってはもう、誰にも負けない、王貞治ペースで打ってるっていうね。恐ろしいだろ。一郎と王貞治の合体、やばいわ。投げました。見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球は。ほい！なー！当てたバッティング。まあいいや。2点は欲しいな、このイニング。1回から入れていこうよ、坂本。ほい、来たー！ちょっと早かったか？第2球、投げた。ボール。カウント、ワンボール、ワンストライク。投球は3球目。投げた。はい、ボール。直球高め、ボール。カウントは2ボール、ワンストライク。第4球を。ほい、来た！もう、腹立つわー！もう、インコースばっか投げんじゃねえよー。インコース落としときゃアウト取れるって、お前分かってんだろ。ずるいわー。そのピッチングスタイル、ずるさしかないねー。しゃ、またチャンス。うわ、1点取られてるし。しゃあないね。則本だからね。期待してないよ。全然期待してないからいいよ。取られるのは分かった。取ればいいんだ。流して！よし、内野安打。これは内野安打ですわ。はい、ありがとうございます。ふぅー！イエス！足があるって。いいね。すごくいいね。はい、課金！ありがとうございます。これが抜けない！嘘だろ？うわー！西岡かー、これが抜けない、絶対2点目だと思ったが、このファインプレー、神か。神なのか、いや、西岡だ、神じゃない。
こんなんだったらメジャーでもバリバリ通用すると思うけどね。うわ、まずい。3対1で負けてるし。あー、どうした？インコースもう下手くそ。インコースの球が途端に打てなくなったぞ。クソみたいな球に手出してるわ。これはあかん。これはあかんぞ。やべえな。クソみたいな球手を出すんじゃない。確実見ていけ中島。ここで打点を開けて逃げた打点と行こうよ。行っちゃおうよ。行っちゃえ行っちゃえですわ。入ってる。ギリギリじゃない。ほい来た。まあレフト前に落ちる。落ちない。もう落ちろよ。これバットの先いい感じで打ったんだけどね。これが落ちてくれない。レフト前にならない。何も期待できねえや。悲しくなってくるね。まずいぞ。いい。ここでこの男だ。早くも50打点にね、近づいてるっていう。あと6打点ですわ。ここでも上げていって45打点。いや46打点といこうかな。はい課金。はい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 、ありがとうございます。え、行ってない、行ってない。うわ、行ってない。マートンがセンター。 What？ もうパープロちゃんとしようよ。なんでマートンがセンター守ってんのよ。もうひどいね。意味がわからないよ。なんでマートンセンター守ってんの。はい、2点目ありがとうございます。こういう雑さあるよね。 CP のなんていうの、こういうのもちゃんと作ってほしいわ。もう阪神ファン泣いとるぞお前。こんなうわ入ってる。厳しいね。もうまあいいや。3点目入ったかな。ゲス、あー、うちダメ。このまま終わるわけないよ。連勝といこうよ。ターニングポイントやってきた。2アウトランナー1塁3塁。野球は2アウトから。ほらね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 、レッツゴー。同点タイムリー完璧。レッツゴー、イエース。いやいや、追いつくんだけじゃダメなんですよ。ここから勝ち越していくからね。さすが中村だよ。オースーマンからかなのこの1打、素晴らしい。これぞ芸術的なバッティングだね。外野の間に落とすっていう。平田頼むぞ、お前の力を発揮してくれ。お前の実力を見せてくれ。ボール。よし、プレッシャーはある。プレッシャーに負けない。それが平田だと俺は思う。あ、いや、もうプレッシャー負けるね。本当手震えてるね。足震えてた時点で全てを察したわ。あ、ダメだなこいつは。と嘘でしょ。ここで追いつけないってことはまずいんだよ。うわ、またチャンスできたね。よしよしよし。いや、引き分けなんてしょうもないね。そんな結果はいらない。引き分けくらいなら負けた方がいいと思ってる人間なんで俺は。勝ちか負けるかだよ。しっかりと白黒つけようよ。負けていいわ。こんなチーム負けて当たり前だ。もうなんでよ、なんでこういう大事な場面でことごとくクソみたいな打球を打つの。理解できないわ。うわっ、逆転負け。なんで6対5。はあ、連勝ストップ。嘘だろ。5点目入ってたんだけどね。12回の上負けたの。どういう結果になったのこれ。早かったか見えなかった。うわ、もう12回2点取られてるし、沢村が打たれたのね。何してんだよ、お前。もう最悪じゃねえか。最後これ誰に打たれたの。12回、どこだ ?12 回。あ、ここか。先頭バッターの藤井を三振に取って、その後鳥谷フォアボール。で、西岡サードゴロ、マートンだ。マートンに、あ、これマートンで同点に追いつかれたのね。その後荒井にフォアボールで、荒井亮太にヒットで、さよならですわ。もうなんじゃこら、ふざけんじゃねえよ、沢村。クソみたいなピッチングしてんじゃねえぞ、お前。いや、もう最悪だね、これは。嘘、連勝ストップ。じゃあ、お次2戦目やっていこうかな。勘弁してくれよ、頼むからよ。今日の先発、菅野。調子は悪い。いや、ここは前剣で行った方がいいと思う。連敗はちょっと止めたいからね。スタミナ完全回復はしてないですけど、今日の先発は前剣でよろしかでしょう。そして、中島が調子いいが、中島打て、そんなに打ててないんで、今日は山田で OK。やっぱこの男の復活を俺はずっと待ってるんでね。じゃあ、お次はチームがピンチになると、私ピーマンが操作していこう。やってこう。クソみたいな試合はもういい。もうさよならなんて絶対しない。前剣頼むぞ。一回かいきなりピンチだけどさ、やる気の問題じゃないかな。嘘でしょ、ここでゴメス。怖さはあるよね。
はいはいはい、月月月月月取れないダメ。もう早いよ本当に。何この速さ、もう誰も満足できない速さじゃないですか。こんな勘弁してくださいよ、早すぎるでしょう。何も始まってねえし、何も終わってねえよ、早すぎて。物語がついていけてないね。ああもう最悪だ。前1点なんてすぐ取り返せるでしょ。打つのは打ってるからね。さっきは投げ負けただけだから。一番最悪だけどね。またも前剣ピンチ、ワンアウトランナー二塁。頼む、どうした前剣。ここまで来たらさすがの優しい俺もブチ切れるよ。仏の顔も3度までと言うでしょ。おい、レッツゴー、よっしゃ、2アウト、ふゴー。この辺はもう怖さない。藤井なんか打たれたらほんと引退する時だよ。もう首切られる時代だね、藤井に打たれたら。絶対に打たれない。よしよしよし、どこ行く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 。ファインプレーじゃないけどね。どこがファインプレーなんだよ。松田どこ行ってんの。いやファインプレーじゃねえっつってんのに。ファインプレーのやすりやめよお前。でファインプレーっぽく見せた。いや見せれてないけどね、ちゃんとしようそこ。バックン助けられてねえよ、取って当たり前のだけだお前。あれ取れなかったほんと全員叩き殺すわ。すごいこと言ったね俺。マートン怖いな。能力的にはほんとワープロ2014ではほとんど全盛期だからね。首位打者も取ってる時期なので。あー取れない、まずまず2点目ダメ、2点目、あーダメだ、もう最悪。はあ、もうあっさり決められたね。さすがマートンと言っておこうかな。カーブボール甘く入ってど真ん中だけどね、ホームラン打たれなかっただけマシだと思わないと。おチームは3対2で勝ってる。ここでゴメス前剣、もう抑えよ、もうさすがにお前ええわ、しょうもないわ前剣。なんぼほどピンチ招くねんちゅう話だからね。よっしゃよっしゃ、ナイス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 。最後は外のカーブを振らして、振ってこない。じゃあインコースに落とす。シンカーはどうだ。よしよしよし、後ろに飛ばすんかい、前に飛ばすよ。インコースから入れるカーブは振らない。じゃあストレートでいこう。ここはどうだ。フォアボール、まあ、しゃあないわ、もうどこ投げても振らねえんだもん。新井亮太を抑えればいいだけの話だ。よしいいぞ。振れよ。ボールか、いかいかいか、フォアボールあかんぞ。よし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 、シンカーボール、これで決着。何、右打ちの天才か、打ちかかよ、お前は。3点目、なんでこの子どこ投げても振ってこないの、意味がわからないんだけど。投げるとこねえよ、なんで急に制球眼の鬼になってんだよ。それなら兄貴以上に大活躍できるだろ、お前。できてないっていうことはそういうことなんだよ。最悪、もうことごとくピンチで打たれてるね。なんなの、今日の前剣。帰れ、やめろ、野球を。メジャー行っても通用するわけねえよ、やめちまえ。松田同様、やめておけばよかったんだよ。俺の前剣はね。はぁ、もうひどいね、これは。どんだけ打たれてるっちゅう話だけど。うわ、またピンチ来たよ。これ勝ってんの？あ、6対4で勝ってるね。ノーアウトランナー、2塁1塁という環境になってることが俺はもう不思議でたまらんけどね。どういうことだよ。いや、もうバントシフトでしょ、ここは。いや、バント決めろよ。よし。バントシフトで来ないの？まあ、とりあえず外野前進はしとこうか。一点もやりたくないからね。セカンドは無理だ。もうファーストでいっぱい。あー、まずいな。ワンアウトランナー二塁三塁。結局送りバントされたのと変わらないし。ここで今なり。もう前進守備だね。よっしゃ。麻酔なんとしても抑えてくれ。球は速いからね。よし、いいぞ。防御率 1.56 のピッチャーがここで打たれるわけないだろ。全力、ゴー、レッツゴー、ナイス。反応できず、無反応、154のストレートですわ。これが増井くんですよ。俺が作った増井は球速がやばいからね。しゃ、藤井も抑えて、次に行こう。次、行っちゃえ、行っちゃえですわ。スライダー、イエス、よく曲がる。曲がりすぎて注意だわ。もう一球曲がる。あ、レッツゴー、イエーサンブレーン。これもちょっと危なかったぞ。ナイス反応ですわ。素晴らしい。うわ、またピンチ。もう最終回終わりでいいでしょう。ノーアウトランナー二塁、さよならのピンチ。さよならじゃないけどね。まずい。打率0割9分4厘。ひどすぎるね。いろいろと突っ込みどころ満載。そして終わり。早くも終わった。うわ、マートン今日3出塁にマルチか。ここはもう引っ張りだね。マートン、警戒していかないと。おー、イエス。おー、イエス。サード、サード、サード、サードアウト。レッツゴー。は、タイミング的アウトでしょ、どう考えても。うわ、もう最悪、クソみたいなミスを犯してしまった。まずい、サイラーのピンチだぞ、これ。イエス、イエス、イエス、ゴメス、クソみたいな打ち上げ、ありがとうございます。ナイス、ゴメス、めっちゃ空気読んでくれるわ。
もうドキドキさせないで。もう終わろう。山崎抑えて。山崎、防御率 0.96 の男。山崎、はいはい、ありがとうございます。あーもう最後にクソみたいなエラーありつつ、なんとかゼロで、抑えましたよ、6対4。もうほんと今日のマイケンには何にも期待できなかったね。しっかりしてくれよという。ピンチ、いや、俺が悪いんだけどね。俺が、おそらく俺が悪いんでしょう。でも、ピンチになると、全部打たれたからね。はい、これでマイケンは今季10勝目すごすぎる。山崎は17セーブ目。打つ方では中村今季20号到達。松田今季15号となってますね。結局、この阪神戦は、1勝1敗で幕を閉じました。いろいろとしんどい実況になったね。うん、めっちゃ疲れたわ。疲れがパネーわ。何？あ、5月の月間 MVP どうだ？うちからは？野手部門畠山か！あ、この打率、この本塁打、この打点なら取れて当然でしょう。投げる方では菅野、防御率は 2.50、3勝。いや、正直これならうちの選手もね、選ばれ、あ、そうか。パリーグだからね、うちは。勘違いしてた。あれ、セリーグだった。申し訳ない。クソみたいな勘違いだね。はい、うちから野手部門で中村、これだけ打てばそうでしょう。打点も30、29だからね。やばいよ。あ、投げる方では、西野ですか？ロッテの西野だ。申し訳ない。勘違いしてたね。今、交流戦だからセリーグと対決してるだけであって、パリーグに所属してますから、そんな勘違いある？今更だぜ。実況これで11回目なんだけどね。びっくりしたわ。オッケー、じゃあ今回の実況はこの巨人2連戦で終わりにしたいと思います。2試合とも勝っていく。巨人王者。巨人の時代はもう終わったからね。今日の先発は前剣は無理だよね。じゃあ菅野でいいかな？いいだろ、菅野。お前の実力を見せてみろよ。本家菅野は今季の、月間 MVP に選ばれましたが、お前はどうなんだっちゅう話ですよね。うん、君ならいけるでしょうと。みんながお前に期待している本物はどっちなんだっちゅうことですよ。ほんで今日のベストオーダーね、平田、中村が調子悪い、中田調子悪いんで、今日打順下げて山田を3番にしてみましょう。久々に山田3番になりますね。で、中田翔8番で OK かな。よっしゃ、じゃあ今日のはこのベストオーダーで戦っていこう。おっしゃー、こいや、今日はチャンスになると操作していくからね。カモン、1回からいきなりチャンス。そして今日3番の山田、実力を見せろ。はいはいはい、うん、抜けない、わー、抜けないの、腹立つわ。いいだろう、中村打とうよ。はい、カキ、ど真ん中嫉妬だぞ、あんちゃん。いや、でもいいんですよ、いいんです、いいんです。はい、カキン、これは抜けるね。はい、ありがとうございます。早くもタイムリーヒット。レッツゴー。当たり前のことは当たり前のように、当たり前の選手がしただけですから、褒める言葉はいらないよね。杉内から早くも1点でございます。ど真ん中来たの、あれホームランにしないとダメだけどね、本来は。褒められないよ。タイムリー打っても馬鹿にされるよ。お前何しとんねんと。ブチ切れられる。中村ベンチに帰ってきたらベンチ裏でもボコボコンされますからね。いろんな人に。なんであれ打てねえんだっちゅうね。一回はまだチャンス続いている坂本。うわー、もう曲がるね、よく。曲がりすぎじゃない？そんな曲げられたらもうこっちもどうしようもないよね。こっちも曲げちゃおうか、何かをね。ダメだ、1点取られてる、同点じゃないか。菅野頑張れよ、お前本気菅野超えるんだろう。超えてくれよ。お前はクソみたいな能力だ。確かにクソだわ。能力はね。でもやれると思う。この打球は、はい、抜けますね。ありがとうございます。ホームは無理だ。いい送球。さすがレーザービームだね。平田かも。2番バッターとしてはここまでいい成績だと思う。ただもっとちょっと本塁打が欲しいかな。この打球は、はい、ありがとう。抜けない。ここには男村田がいるんだ。抜けない。微妙な感じで抜けると思ったんだけどね。行動が早い、動きが早すぎるね。ダメだぞ。チャンスで2回も回ってきての1点のみか。もっともっと取らないと。牽制しすぎでしょ。走らねえよ。盗塁は苦手なんだ。3盗なんて特に苦手だよ。できるはずがない。100回やって2回できるくらいじゃないかな、俺。成功率めっちゃ低いよ。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。ボール3。ビビってる？坂本ビビっちゃってる？曲げてくる。これややこしいよな。よし、きゃー、これはセンター前。松田の走力を考えれば無理だ。これも、いや、いけたわ。もったいない。送球それてる。まあ、それは結果論だ。
あれではなかなか難しいよ。真正面に来てたら間違いなくアウトだからね。焦ることはない。次は3割0分4厘の島だからね。うん、まあ打てないんですけどね。言っときゃよかった。ああ、後悔してるよ。後悔からまた始まるわ。後悔から始まる試合になりそうだね、本当に。もう一回チャンスで来い。いかい、このまま負けるな。うそー、一気に9回まで飛んだぜ、ハンター。2対1、このまま終えるわけないだろう。マシソン防御率は 4.32。うわ、全くしょぼいわ。こんな守護神いらねえわ。捨ててしまいたい。俺が投げた方がもっと抑えれるね。さあ、この打球は右打ち。どうだどうだ、落ちないか。追いつくね。さすが。タッチアップへ、ランナー3塁に進塁。いい流し打ちだと思うけどね。流しきれなかったね、いまいち。そこにはいるんだよ。さて、中田、今日は絶不調だが、やっぱこの男が打たないと勝てないってこと。プレミア12のあの活躍見せてくれ。このペナントでも降りてこい。プレミア12の中田、この打球は、この打球は落ちない。アンダーソン、落ちてくれない。捉えたのに2対1。今日はこのまま敗北ですが、ものすごく静かに終わった試合だね。物事ポンポン運びすぎだわ。オッケー、じゃあお次の試合が今回の実況最後、今週のね、月曜日の実況最後の試合にしていきたいと思います。ちょっとね、先ほどは打てずに負けてしまいましたからね。今回はチャンスピンチ、最後これでやっていこう。今日の先発は西大谷だね。やっぱ大谷翔平、この連敗と行くわけにはいきませんから、この試合で最高のピッチングを見せてほしいね。今日のベストオーダー、あー、ちょっと秋山調子悪いんで、筒香を入れていきましょう。全く打たない筒香をね。ほんで、打順は9番で OK かな。で、山田を、3番。中田はそこまで調子悪くないんで、今日は6番で、島7番、坂本8番。よし、じゃあこのベストオーダーで最後、巨人をボコボコにしていく。ボコボコされないようにね、やってこう。ふっ、来い。いきなりこれはピンチじゃないの？翔平何してんのよ。抑えてよ、アンダーソン。恐ろしいわ。もう構えからしてアンダーソン嫌いなんだよな。恐ろしい。しかし取る。ナイス山田。このファインプレー。さすがだね。今年のゴールデングラブは山田じゃないの？間違いないよ。素晴らしいプレーだ。ふぅ。長野打ちすぎじゃない？打率3割7分3厘。なんだこの男は。なんだこの男は。しかし坂本取って。イエーイ！ 1 回抑えました。ありがとう。すごい打率だね。3割7分3厘。一郎か。この世界一郎多すぎない？一郎のバーゲンセールだね。シャチャンスできた。2アウトランナー2塁。カモン。早い段階で1点入れること。勝つためにはね。先に点入れて優位に立つんだ。先に点取られたら俺は間違いなく負ける。もう心が折れちゃう。折れちゃってる。フォアボール逃げたね。チキン野郎ですわ。坂本かも。お前が打たないと勝てない。よっしゃ、これはバットの先。しかし本家坂本が追いつく。ははは。坂本の打球を坂本が取るのか。いろいろとシュールな世界だね。偽物は本物には勝てないというわけね。うわ、1点取られてるし、マジで？翔平言ったじゃん。1点取られたら俺苦手だって。勝てないって心が折れちゃうって。もう優位に立っておきたいの、常にね。嘘だろ。うわ、これまずいぞ。何点入った？うわ、3点入ってるし。頼むよ、何してんのよ。ピンチでは俺、しっかりと抑えてるんだけどね。翔平が打たれてる。翔平打たれすぎ。はい、レッツゴー。防御率は 3.34。阪神ファンには見たくない数字になってるね。そんなことどっちでもいい。阪神ファンのこと考えてないから今。抑えることを考えていかないと。厳しいね。俺の時ストライクだろ、そこ。山田、山田、素晴らしい守備範囲。これを追いつく。はい。4点目は防いだよ。頼む。チャンスで来い。よし、来たね。山田、守備ではいいプレイヤー見せてる。今回の実況では、打撃ではでもお前は全く期待できてないぞ。こんな山田なら侍ジャパンには呼ばれない。絶対呼ばない。呼んだらクレームばっかやってやるわ。これも左中、宇宙間いいとこ飛んでるんだけどね。落ちないんだよな。対空期間が長すぎる。弾丸ライナーじゃないとね。中村今日打ててない。この男が打たないとチームは勝てないというわけかな。今日はファーストゴロ、サードゴロ。しかしここで打つのはセンターフライだ。何も期待できない。今日は負けだ。もうこの時点で全てを刺した。あ、負けなんだなと。次頑張ればいいやと。俺ポジティブだからね。もう次のこと考えてるから。もう今日のことはいい。これは負けていい。いや、
負けないけどね。ノーアウトランナー一塁三塁、またチャンスでやってきたぞ。神谷どうやらこの試合は絶対勝てと言ってるらしい。はい、来た。まずはセンター前1点ね。ほう、1点取っただけだ。全然喜べ。当たり前のことは当たり前のように当たり前のやつがしただけですから。まず1点だ。ふっ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 ふ。うわ、西村来たね。守護神西村、防御率は 0.96。 カオン、ダメ。いいとこついてくる。これはえぐいぞ。球のキレもあればコントロールもいい選手だ。うわー、もう外外つきすぎじゃない。ゲッツダメ、ゲッツダメ。坂本走って、ゲッツは免れたが、ここは打てず。そして筒子、頼むぞ。打たない筒子、力のない筒子を抜けろ。よーし、ナイス。力がなければミートでカバーすればいいんだ。ここでのこの打球素晴らしすぎる。ピッチャー抜けていく。坂本も取れない。これで2点目。ドラマは起きてるぞ。今ドラマが始まったぞ。このまま逆転といこうよ。もうルーキーズだね。奇跡を流さないとダメだよこれ。明日今日よりも好きになれる。流していこうよ。わーお、ダメ。なぜ打てない。よっしゃー、しゃー、これも落ちる。ホーム行く、ホーム行く、ホーム行ける、ホーム行ける、ホーム行ける。そのまま、そのまま、よっしゃー、同点。もう5回の時点で全てを諦めたピーマンだが、諦めた人間に勝利はないというわけね。じゃあなんで今勝ってんだ。今なんで同点に追いついたんだ。いやいやいや、心の底では諦めてなかったんだろうね。これもヒット、やべえ。完全に火がついてる。打ちまくってる。連続連続連続、これが侍ジャパンなんだよ。韓国に同じことされたけどね。本来なら日本がこうやってしていかないとダメなんだよ。あの逆転劇は情けなかった。しかし今ここに、ここに奇跡が起きている。はい、終わった。お前が、あー、うち、あーち、うん、これは侍ジャパン、韓国に負けた侍ジャパンですわ。クソみたいな野球をしとるね。この打球取られて、ほんでランナー飛び出してアウト。バカかよ、ほんと。ギャグかお前。ギャグ漫画でもつまらんわ。何してんの。うわ、もう何してんのよ。せっかく同点に追いついたの、何してくれてんねんこいつ。武田てめえ、ざけんじゃねえぞお前。なんで4点目取られてんだよ。もうふざけんなよお前。なんだこれ、ギャグ漫画でもつまらんわお前。クレームの嵐だわ。次回作期待できねえよ。ふざけんじゃねえ。なんでこんなピッチング三振取れてここへ4点目取られたんだよ。あかんぞ、あかんぞ。このまま終わらさんぞ。アンダーソン抑えて次行こう。よし、いいぞ。最後はカーブボール、インコース落とす。この打球は取れない。うん、ホーム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 、バックホーム。よし。次のバッター誰だ。超のここで3割6分7厘の男。今日は抑えてるが、ここではどうだ。いや、あ、坂本全身、何してんの。うわ、もう出た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 。はい、クソ野球、クソ野球。横浜以下のクソ野球ですわ。バカじゃねえの、本当に。何してくれてんねん、お前。もうふざけんじゃねえよ。何その小学生みたいなクソみたいなプレイ。あれ、落とすってどれ取れんだよ。もうバカじゃねえの、本当に。うわ、もう確実に負けだわ。クソだわ、このクソチームですわ。何も期待できないね。うわ、もう6点目、ひど。もう、何これ、もう、ほんと、ふざけんじゃねえ。あのエラー確実おかしいだろ。いろいろと裏でいじってんだろ、そういうのをさ。どう考えてもエラーなんて起きる、ねえ、あれじゃないのね。打球じゃないよ。ボテボテなんで落とすのよ。ふざけんな。やる気というやる気なくしなったわ。もういいわ。勝たなくていい野球をこれからしていこうと思う。もうつまらんわ。またもうピンチ。ざけんじゃねえ。どんだけピンチ招いてんだよ。なんで防御率1点台のやつが今日途端にピンチ招くの。なんなのそれ。今日は打たれていい日じゃないんだよ。勘違いするなよ。いつもできてることなんで今日できねえんだよ。疑問に思え。ちゃんとやれ。真面目やれ、お前。八百長してんじゃねえぞ、お前。裏でなんかしとんじゃねえだろうな、お前これ。相手巨人だからよ。してんじゃねえだろうな。怪しいな。わざと負けてんじゃねえだろうな。じゃ、全身、はい、取って。オッケー。もう勘弁してくれ、ほんと。次エラーしたらもう首飛ばすわ。この世にないものにしてやる。よし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 。はい。アウト取ったけどね、もう2点無理でしょ。残る1イニングで取れる。おーっと。3点ね。4点ね。うん。
いやいや、奇跡は起こるでしょ。トゥアとランナー二塁一塁から逆転したろうやないけ。ここで負けたチームは2連敗ですよ。絶対に2連敗は許さない。俺の中でありえないことだ。2連敗したら本当にもう爪剥ぐわ。なぜかよくわからんけど。スリーボール、いいぞ。ランナー満塁来るぞ。まあ、ここは一球見逃そう。振りに行かなくていい。はい、フォアボール、ありがとう。ふっ！ここで山田ホームランが出れば一気に同点！いやもう強振でしょ。シングルで細かく1点1点というのはない。今日はそれはできない日だ。ならもうホームランで一発逆転と。ホームランは今回打ててるからね。うん、打てないんだけどね。ここで打てないのが俺なんだけどね。こういう場面でことごとく打ててないんだけどね。うん、やめた。うん、やめたやめたやめた。もういい、もういい。今日はこれで終わっていい。何を大谷3安打も打たれてんだ。お前大谷3安打打たれて、そう負けるわ。お前負けないはずがないわ。それで勝てたらおかしなことだよ。大谷さん安打打たれてる時点で全ての人間が察したわ。あ、今日は負けたんだなと。うん、もう結果見るまでもないっていうね。はぁ、ひどすぎる試合だよ。なんでだろう。なんで勝てねえんだろう。理解はできない。理解したくもないね。あの7回の4点だよね。うん。1点取られたのはいいよ。4点目取られたのはいいよ。あの5点目のクソみたいなエラー。あれが全てのほか、あれした時点で今日は勝てないということが分かりましたから。いい、もういい、もういい。もう何も言わない。終えてしまって結構だ。オッケー、じゃあ今週月曜日の実況はこれにて終わりにしたいと思います。ちょっと負けまくった実況ですね。これでチームは2連敗というわけで、ここまで交流戦1位となってましたが、どうでしょうかね。今回のこの2連敗で順位が落ちたということもあるんじゃないでしょうか。最後交流戦順位を見て終わりにしたいと思います。次回はこのね、6月7日ヤクルト戦から始めていきますのでね。どうだ、現在はリーグトップなのか。どうぞ、オープン。あー、リーグ3位まで落ちてますね。8勝4敗残るゲームは12ゲームとなってますね、この交流戦。くー、マジか。息落ちたね。息落ちたね。そら巨人強いわ。巨人強えわ。そら負けて当然ですわ。うん、クソみたいなエラーも出ますわな。ひどいね。パリーグボコボコにされとるね。セーブ秘伝2勝12敗。完全足引っ張ってんじゃねえか。許さねえぞ。また今週の土曜日に動画の方出したいと思いますのでね。引き続き交流戦プレイしていきますので。今週の土曜日にまた会いましょう。今回はクソ実況でございました。グッバイ、またもう。